飛ばし屋への道、イエイエイ。はい、バニーでございます。はい、ということで、平原さんです。よろしくお願いします。なんか室内で会うとちょっと雰囲気違いますね、はい、でしょ。もっと痩せた風に見えるんで、いや、なんかちょっと可愛い感じが、あれどうしよう、なんかテディベアちゃんみたいな感じもしますけれどもね。さあ、今回もう検定も近いということで、はい、最終段階に入ろうと、はい、で前回もちょっと言いましたように、今からクラブいじってみようかっていう話ですもんね。意地悪なスタッフですよ。調子出てきたらクラブいじろうかやから。ということで、やってきたのが IFG ラボさんでございます。いつもお世話になっております。で、秋山さんです。はい、よろしくお願いします。さあ、今回もちょっとドライバーのフィッティングをお願いしたいと思うんですが、まあパッと見スイングはまだ見られたことない。軽く見ましたですか。はい、いただいたんですが、はい、まあ力強いスイングでですよね。そしたら一度ちょっと計測、ね、マイクラブで計測をさせていただいて、はい、じゃあちょっとフィッティングの方、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは平原さんのマイクラブで計測です。ヘッドはピン G410、 そしてシャフトはピンツアー17375X とハードスペックです。音がすごい、トントン。そうですね、これも3100、はい、やっぱちょっとバックスピン多いですね。多いですね。ですね。はい。打ち出しがあとちょっと高いですね。19度。はい。なるほど。はい。打ち出し角度大体どれぐらいだと？13度から16度ぐらいの間で、スピン量がまあ1900から2300ぐらいが一番飛ぶ条件になると思います。はい。ほら、数字を見るとやっぱ。なんか突きつけられますね、いろいろと。ちょっともったいないですね。あ、もったいない、はい、ボールスピード68出てますんで。ということで、秋山さんにちょっとドライバー持ってきてもらいました。はい、そうですね。2本ありますね。はい、シャフト2本用意してます。はい、はい。まあ、飛ばし特化という企画ですので、はい、まずは、まあ、ヘッドはステルス。やっぱステルスですか。まあ、うちでシダクラブがちょっとステルスベースなので、はい、まあ、ステルスで、まあ、その中でも、まあ、スタンダードなタイプの9度を用意しました。はい、でプラスですね、今 75g ってちょっと重ためを使われてますんで、はい、少し軽型、最近のトレンドです。はい、軽く硬いシャフトにしてヘッドスピードを出しながら、なるべく前に推進力を作ってあげようっていう、まあ、アイデアで1回試してもらおうかなと。はい、でその後に、まあ、やはり重さって結構大事なので、うん、今と同じ重さでなおかつしっかりしたシャフトを一回試してみようかなと。はじめに軽型の D リミテッド60で計測です。持った感じは軽く感じますか。軽いですね。やっぱ軽く感じます。軽いですか。はい、全然違う。はい、全然違いますか。はい、10g ですよね。だから10g ですね。はい、この 10g ってやっぱ大きいんですか。大きいですね。はい、じゃあ、はい、軽っ。もういきなり70出ましたもんね。で、あ、打ち出しいいですね。13度からの、まあ、あとはスピン量ですね。スピンが3200ちょっと入ってますん で、ね、うん、ただまあいきなり一発目で70が出ましたね。ということですよね。70っていうのはボールスピードが、ボールスピードですね。はい、まあ、かける大体4が目安として、まあ、持ってる飛距離のポテンシャルですね。だから280。あ、そういうことですか。はい、まあ、計算上はだから280は絶対に飛ぶっていう状態ですね。うん、スピンが減って、69。はい、ちょっとラフいっちゃった分、はい、これ打ち出し角度がいわゆる 12.8、はい、さっきと比べると全然落ちてると思います。低くなりましたよね。はいはい、たださっきの方が重くて、重くて硬くてということ、はい、こっちの方がしなるのに、しなる分抑えられてる可能性があります。はあ、はい、なるほどね。わあ、
ボールスピード71きました、きました71、これいいんじゃないですか。 13.8 条件はいいですね、はい、ちょっとラフいった分だけ、ラフいった分ですか、ですね。でまあそれでも279なんで、はい、これフェアウェイとけばもう80は全然超えていっちゃうっていう、いいですね、ボールスピードが71、はい、打ち出し角度が 13.8、はい、バックスピンも2500台と、はい、ですね、はい、いいですよね、条件的にはいいです、はい、いいですね。サイドスピンがもう少しちょっと減ってくると、ね、はい、いい感じなんですかね。いい感じですね、はい、そしたら少し捕まりがありそうなので、あ、なるほど、ちょっとカチャカチャができるんですね、はい、しましょうか。今スタンダードだったので少し開いてあげましょう。ヘッドの感覚とかはどうですか、当たった感じとか。なんか軽い分なのか、ダウンスイングからのヘッドの走りが走る分捕まるのかなかなっていう感じですか。なるほど、はい、これいいんじゃないですかね。これいいんじゃないですかね。2600いけ、300いけ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 、惜しい、おすごい。ボールスピードが70、はい、で打ち出し角もいいですね、はい、バックスピン量もいい、はい、あれがあと2100ぐらいになってたら、500ぐらい落ちてたらもう300いってましたね。さあどうですか、はい、まあ、振ってみてその軽型のやつは、軽い分こう負担なく振れるので、そこをつかめればやっぱ、うんうん、こっちの方が全然、ね、はい、いいのかなと。フレックスが TX なんですけど、イメージしてたよりかはまだ振れるかな、はい、振れると思います、はい、なんか TX でもガッチガチなイメージだったんですけど、あのやっぱりシナリオ感じないと、うん、やっぱりタイミング取りづらいので、あまりガッチガチっていうのはないと思います、うん、はい。次に 10g 重い BF70 で計測です。どんな変化があるのか楽しみですね、うん、どうだ、まあ、ちょっと捕まった分だけど、はい、でもスピン量はいいですね、はい、2200、2000前半なんで悪くないですね、うん、ちょっとやっぱ振り感がまた変わってきてると思うので、うん、おー白出た72、おーボールつけるのなら、これいっけ、これいけ、さあちょっとスミラス、うん、72出ましたね。やっぱり少し重いたい方がいいのかなって、なんか振りやすいんじゃないですかね、やっぱりですね、慣れてるからですね、うん、さっきの白は何なんですか。ですね、今まで打った平均の中で、さらに結果を超えてった場合、あの煙みたいなシューって出てますよ、一番、まあ、条件的にはいいものが出たっていうかですね。振ってみてどうですか、振りやすさっていうの。やっぱ 10g 全然違いますね。違うんですか、はあ、だけど自分のクラブには近いですよ、うん、そうですね、まあ、振り慣れてるんですよね。で自分のピンでさっきの 6X のちょうど間ぐらいな感じがして、なるほど、しんどさも全然なくないですか、はい、まあ、パワーがあるんで、もう振れる限りやはり一番重たいクラブ、あのヘッドスピードが落ちない範囲で一番重たいクラブ使うっていうのも絶対の条件なので、あ、はい、72ってなかなかないですか。なかなかないですね。ないですか、うん、これもちょっと開いてみますか。はい、ちょっとフェースを開きます。開くってことは捕まりにくくなってロフトが立つんで、まあ、左に行きにくい、で弾道も低くなりやすいっていう方向ですね、はい、はい、うん、はい、うん、これ悪くないですけどね、うんうん、71、うん、まあでももう見えてはきてますね。もうだけどこれぐらいはもう全然普通に出るようになりましたですよね、70オーバーが多いですよね、うん、はい、でまあ、ステルスとそのシャフトの効果でやっぱりまあ2ぐらいは上がったのかなと、これは来た。72、これいった、これいった。さあどうだ。来て、さあ行け。来た、行くんだ。行け、もうちょい、もうちょい、もうちょい、行かないか。惜しい。惜しい。72、うん。打ち出し 14.8。はい。いやだけど2400ってもういいぐらいっすよ。はい。
さあちょっと2本打ってもらいました。自分の感覚的にはどうですか、自分の今のドライバーと比べて。なんですかね、こう違和感なく振れるのはこっちの70の TX、 ちょっと重い方。秋山さん的にはどっちが合ってるなというふうには見ました。そうですね、あの数字で判断すればやはりあの重たくなっても、まあ、軽くなってもどちらかというともう71っていうスピードが出てるっていうのを見ればもう絶対重たい方を振ってくる、なる、衝突現象なんで重たいものでぶつけた方が絶対飛ぶでしょっていうのはもう絶対物理に出てる。そういうことですか、はい、それを聞いた上でどうですか、はい、今の聞いても70ってなっちゃいますよねなりますよね。ヘッドもそんな悪い感触じゃなかったし、もう打感がもうめちゃくちゃいいですね。こう当たってここで食いついててからのバーンっていう。じゃあこれでちょっとそう、もう一押し、うん、いきましょうか。300目指して、はいはい、頑張ってください。頑張ってください、はいはい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。